うん、今生きてるけど、やがて死ぬ。今心があって、意識があって、自分というものを意識していて、世界というものを目で見て、耳で聞いて、匂いを嗅いで、食べたり飲んだり、味わって、 肌で感じて、風が吹いてきても風を感じる。そうやって生きている世界。それが、自分が死んだら、何も感じなくなって、あってもなくても同じ。自分にとって世界があってもなくても同じ。ということは、世界そのものがあってもなくても同じ。 それが死だなって意識したのは、初めて意識したのは3歳だったか4歳だったか5歳だったか忘れたけど5歳の時には確かに意識していたと思います。その時すごい虚無感に襲われた。 自分が生きているのはほんの一瞬で、虫けらとはあまり変わらない。今日も顔を叩いて殺してしまったあの蚊が生きていたように、自分も宇宙の片隅の銀河系の片隅の太陽系の太陽の第三惑星の地球の上で、 何十億年という歴史の中の、ほんの数万年人類というものが生まれて、その人類の歴史の中でも、ほんの数年、長くて100年、おそらくもっと短いんじゃないかなと思いながら、その間だけ生きて、世界を意識し、宇宙を意識し、存在を意識するけど、 その時は存在とかそんな言葉で考えてないけど、心があって、今ここにいて、身の回りを感じている自分が、いなくなって、何もないのと同じ状態が永遠に続いていく。このことについて、すごく毎晩、寝る前、布団に入ってから、眠りに落ちるまでの間、 なんという虚しいことなんだろう。こんなことに意味がない。死んでからの方が長い。今一瞬ここにあるだけで世界なんてあってもなくても自分はその中に一瞬パッとホタルのようにひゅーって飛んで消えてしまう。 存在なんだっていうことは5歳の時には確実に感じてましたね。でも昼間だったら忘れるんです。子供ですから昼間の太陽の下ではしゃぎ回り遊び回っている時には犬頃と一緒ですね。ただ笑ったり泣いたり怒ったり喜んだり。 それは一瞬一瞬を生きている犬や猫と一緒で死というものを意識していない生と死というものを分けて考えていないその瞬間にいるだけでも夜になって布団の中に入って一人で眠るとき眠りに落ちるまでの間今は心があって意識があって生きているけど やがて死んで全てがないのと同じ状態になるということを意識する。釈迦は生老病死を意識した時に出家したって言われてるけど、それと同じ課題、問題意識ですよね。それを初めて意識したのが5歳までだったと思う。5歳の時には確実に意識してたと思う。それから、 長い人生が始まるんですよね。長くて短い、今振り返ったら一瞬でした。60、もうすぐ60ですけど、今年60になるけど、12月に。今振り返ったら一瞬だった、60まではね。その人生が始まって、探求が始まります。生きて死ぬとはどういうことかという探求が始まります。そのことは文章に 何とかして総合的に残したいと思ってるんですが間に合うかどうかもわかんない声で動画で残せる時代になっているので思いつく限り毎日少しずつ生きてきた道のり生きて死んでいくとはどういうことかを考えながら 生きてきた道をについて話したいと思います。これは別にね、お坊さんの法話とか、だか偉い人の説教とかね、そういうものではなくて、ただ一人の人間が、そうやって生きて死ぬって、どういうことかを考えながら生きてきたことの記録なんです。 もしかしたらでもその記録が一番他の人にとっても自分とも称をしながら自分も考えながら共感したりそれは違うだろうと思ったりしながら自分で自分の哲学を見つけるときの参考になるかもしれませんよね。誘った人の方はよりむしろ参考になるかもしれない。 だから、これを、このシリーズを残します。死んだらそこで終わり、途中で終わるかもしれないけど、ちょっとずつ、録画して、アップしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。よかったら、チャンネル登録して、あ、新しい動画アップされてる 見てみようかなって、お知らせが来るようにしてみてくれると嬉しいし、お知らせうる,うるさいようなら、多分なんか機能を探せば、お知らせは来ないっていう選択もできると思いますので、よろしくお願いします。